おいで。カズサをいじめちゃダメ。いいこと？それならいいかも。どう落ちたんでちゅか？急に笑い出して。もう趣味が悪いでちゅね、所長は。カズサちゃんをいじめたりしないでくだちゃい。先生？またそんな名前を。はいはい。ちゃんとケージへ井上を入れてきたんでちょうね。ちゃんと中庭の隅に設置しておきましたよ。そうなんだじゃないでちゅ。ちゃんとそこにつないでおいてくだちゃいね。私は先に休ませてもらいまちゅ。何か？
おはようございまっちゅ、所長。これが今日の搬入物資でちゅ。経理の萌え子おばちゃんに頼んで調整してもらえまちゅか。多分所長のタバコを減らせって言われちょうな気もしまちゅが。ご苦労様でちゅ。次はこれでちゅよ。はい、あーんちて。あお、うん、うん、おいちいでちゅか。次、あーん、あーは、うん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 、おいち、うん、あーもうかわいいでちゅ。それはやめて。というのでたこ焼きをあげてただけで、そのなんというか、失礼しまちゅ。どうしたの？霧島、いい人。でも
抱きつくのだけはやめてほしい。おはようございまちゅ。どうちまちた？ため息なんかついて。ん？ありまちゅん。寝る。
寝る。いや、やだ、ここがいい。所長、うるさいでちゅよ。何かご用でちゅか。所長、鈴木ちゃんを連れ込んで何してるんでちゅか。一緒に寝まちょ。いや、そんなこと言わないでさあ。いや、しょうがないでちゅね。どうしたの？何かあったの？夢見た。怖い夢。誰もいない海。それでは仕方ないでちゅね。所長、鈴木ちゃんのこと頼みましたよ。くれぐれも変なことしないように。